はい、お世話になります。小栗旬と小栗健一です。今日はですね、とてもいいインナーを発見したので皆様に紹介したいと思います。それが、はい、こちら快適工房です。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、今日はインナーの紹介なんですけれども、去年のね、多分今頃同じぐらいの時期に夏のマストバイ、タンクトップで古着のお悩み解消方法を教えますっていう動画をやらせていただいて、そこでタンクトップがとても使いやすいですよみたいなことをね言ってるんですけれども、特に夏はタンクトップよく着るんですよね。今日も着てるしね。なので毎日着るものなので、まあ枚数欲しいんですよ。で、古着で探したりもするんだけど、やっぱ色とかさ、あとサイズとかね、素材もあるし、いいものがなかなかなかったりもするんですよね。そこで、まあ、新品で何かいいものないかなって探したりしてたんですが、まあ、それもこれだっていうやつなかなか見つからなくって、で、去年はこの動画の中で一番最後にね、BVD のタンクトップ愛用してますみたいな感じで言ってたんですが、そのね、BVD のタンクトップ良かったんですけれども、ある時からね、日本製じゃなくなった感じがするんですよね。で、別に品質とか日本製じゃないといけないよっていうことでもないんだけど、やっぱり、まあ、身につけるもの、身の回りにあるものは、まあ、自分が好きなものというかね、まあ、日本人だから日本のもので揃えたいとか、まあ、アメカジが好きだからアメリカ製のもので揃えたいとか、まあ、そんな感じのちょっとしたこだわりがありまして、で、日本製のタンクトップっていうことで探したんですけど、それをね、最近いいのを見つけたのがこちらの快適工房なんですよね。これはね、グンゼさんのブランドで、ここにプリントが入ってるんだけど、快適工房メイドインジャパンってもうバッチリ書いております。これがね、本当によくって、で、何がいいかっていうことをちょっとね話していきたいんだけど、まあ、まず一つ目、まあ、今言ったように日本製であるっていうのがあるんだけど、二つ目、まあ、名前の通りさ、快適なんですよ。あのね、着心地がすごくよくって、なんかね、柔らかいんですよね、着心地が。で、サイトちょっと見てみたんだけど、肌をゆったり包み込む優しい着心地と、嫌な汗もしっかり吸い込む清潔感で、これまでにない上質な快適さを実現しましたっていうことでね、もう本当その通りで、着ててすごくね快適なんですよそのまま、うん、だからね、あ、これだと思いましたね。で、3つ目、いろんなところに売ってる。これ初め見つけたのは、まあ、僕の最寄りの何スーパーみたいな、天満屋ハピータウンっていうところなんですけど、そこで見つけましてね、まあ、それで、まあ、試しに買ってみたところ、すごく良かったんですけど、最近なんかちょっとね、島村に行く用事があって、で、そこでね、あ、そういえばと思って、このちょっとこう下着コーナー見てたらね、快適コーナー売ってて、おー、おるじゃんと思ってね、買い足したとかっていうことで、意外とというか、まあ、グンゼさんの力もあるんだと思うんですけど、 いろんなところで手に入るんですよね。結構スタンダードなアイテムというかさ、まあ、それもね、とてもいいと思うし、まあ、そういった意味で広く愛されてるんでしょうね。累計販売枚数4億枚突破、2019年1月実績ということでね、もう5年前のデータなんで、もう5億枚6億枚いってるかもしれないんですよ。すごいですよね、まあ、それだけ、支持されてるアイテムっていうことらしいです。で、さらに4つ目、お値段がね、リーズナブルっていうのはありますね。タンクトップ、まあ、肌着ね、よく着るので、まあ、枚数揃えたいんですよね。というわけで、まあ、何枚か欲しいのと、あとね、これもうちょっとすごい恥ずかしいんですけど、僕もう汗っかきで、特にこういう白いアイテムね、着てたら、ほんと恥ずかしいんですけど、カビが生えるんですよね。黒いなんかカビがポツポツポツって入ることが結構多くって、まあ、そういう意味でさ、なんか古着の白い、まあ、いいやつとかあんまり着たくないんだよね。まあ、そんな悩みがあるので、やっぱお値段安いっていうのは結構ありがたいんですよ。で、
さらに良い点、5つ目かな。あのね、タンクトップだけじゃなくって、いろんなアイテム出てるんですよ。今持ってるのこれタンクトップなんだけど、タンクトップ、まあ、もう一枚タンクトップあります。で、あと肌着ね、まあ、T シャツっていうよりも肌着って言った方がいいと思う。肌着、まあ、丸首。で、これはね、今丸首なんだけど、あの U 首とかさ、まあ、V ネックとか、あのサラリーマンの方とかね、そういう首のバリエーションがあるのとか多分助かると思うんですけれども、他にもね、パンツとかも売ってんだよね。なんかボクサーパンツとかさ、ブリーフとかもあるみたい。で、さらに、まあ、僕なんかキャンプ行くんで、冬のキャンプ用にね、もうなんならこれ、あのズボン下買いましたよ。ズボン下。これもね、とても履き心地が良くってね、いい買い物したなと思いました。だから、同じクオリティ、まあ、着心地いいアイテムがいろんなバリエーションがあるので、すごく助かります。今度、なんかあのパンツとかもちょっと買ってみたいなと思ったりはしてるんですけどね。というわけで、快適工房すごくいいアイテムなんだけど、ちょっとね、あ、これはって思うところもないこともないんですよ。それはどこかというと、洗ったら縮みまくるっていうね。まあそれはしょうがないといえばしょうがない。まあそういう生地を使ってるから、この快適なね、着心地とか、吸汗力とかがあるんだと思うんですけども、まあ洗ったらとにかく縮みますね。で、はじめだから、M サイズのタンクトップ。タンクトップっていうかもう何だろう、ランニングだよね。まあ、ランニング M サイズ買ったんだけど、あのパックで売ってるんで、まあ、サイズもまあ分からずに、まあ、M ぐらいかなと思って買ったんですけど、まあ、初め着た時は全然、ああ、こんなもんか、いいじゃん、いいじゃんと思ってたんだけど、一回洗ったら結構縮んで、あのピチピチになって、レスリング選手みたいな感じになりました。で、その次 L サイズ買ったんだよ。で、L サイズは初め着て、ああ、いいじゃん、ちょっとやっぱ大きいよねと思って、で、洗ったらまた結構縮んでね、あの結構ピタピタになったんで、今度 LL 買おうかなと思ってます。だからこの動画見られて、あ、いいんじゃないと思われた方は、1サイズか2サイズぐらい大きいやつ買った方がいいんじゃないのかなと思っております。で、あとはね、もう一つ、もう C っていうのなんですけど、なんていうの、丸首の、まあ、T シャツが、この丸首がさ、結構詰まってんだよね。もうちょっと広かったらもっといいのになーって思うことがある。っていう感じかな。まあそれぐらいですかね。まあそんなわけで、まあといってもそれは、まあ、着方を変えたりとか、まあ、サイズをちょっと考えて買ったりすればクリアできる問題なので、まあすごくいいアイテムだなと思っております。で、まあ、それこそ島村とかさ、近所のスーパーとかにはね、白いアイテムしか売ってなかったんだけど、今 Amazon で見たらなんか木のグレーもあるみたいなので、まあ、白じゃなくってグレーとかそういう色のものが欲しいよっていう方もね、あのチェックしていただけたらいいんじゃないのかなと思います。はい、というわけで今回は、最強のインナーを発見しました。というわけで、グンゼの快適工房をご紹介しました。あのね、本当にとってもいいアイテムで、まだまだ暑い時期続くのでね、タンクトップとか肌着とかいることもあると思います。まあそれこそね、冬になってこういうさ、あのズボン下とか履くこともあると思うし、なんか腹巻きとかもあったような気がするんだよね。あのよかったら近所の、まあ、島村さんであったりとかスーパーであったりとか、まあ、ネットで探してもすぐ出てくると思いますのでね、ぜひ探してみてください。本日もご視聴ありがとうございました。おぎりけんじでした。おいたら。